はじめは、東様のご講演です。東様、ご準備はよろしいでしょうか。あ、はい、大丈夫です。よろしくお願い申し上げます。はい。皆さん、ご無沙汰しております。日本総研の東です。では、早速、冒頭、まず情報提供ということで、お話しさせていただきます。じゃあ、少しスライドショーを開始いたします。はい。では、早速ですけれども、冒頭25分ぐらいお付き合いいただきましてですね、イノベーションエコシステムの最新動向というお話をさせていただきます。おそらく SSA の皆さんとは1年ぐらいぶりですので、ちょうどコロナ禍前後ぐらいの時だったかと思います。で、ちょっと今何やってるかというところは引き続き変わらずですね、スタートアップ支援、ディープテックスタートアップ支援中心に一つ軸を立ててるんですが、今回、地域の話も出てきますので、もう一つが街づくりという観点を混ぜてですね、エコシステムの作り方という話をお話しできればと思います。で、ちょっといろんな活動をずっと引き続き私やってるんですけれども、要するにコロナショック以降、2020年何やってたかということをお伝えいたしますとですね、結構地域とか現場に入って、コロナ禍いろんな地域がかなり疲弊しておりましたので、そこに対する課題解決どうするかといったところを共に動いてました。で、特に最近昨今話題になっている、例えばトヨタさんがウーブンシティだとかですね、結構いろんな動きが出てきてますが、スマートシティの推進政策とともにですね、官民業種融合してイノベーションエコシステムをどう作るかということを進めてきております。で、例えば例で言いますとですね、私、浜松市の首長のアドバイザーもやってます、鈴木市長のアドバイザーもやってますけれども、皆さんと共にですね、やはりイノベーションとかベンチャー支援のアドバイザーということをやっています。後ほど、石井企画官からもご説明あるかと思いますけれども、グローバルスタートアップ拠点の話もやってるんですが、同時にですね、デジタルスマートシティとか街づくりっていう領域をパラレルで動かしていると。で、この2つを同時並行で動かしながらですね、エコシステムを構築を加速するというような動きを、コロナ以降、かなり全速でやっておるというところでございます。で、結論めいたところですけれども、今、グローバルで見てもですね、都市、街が丸ごと、ある種新しい事業をインキュベートするような機能を持ち出しているというところがございます。コロナになってですね、すべての価値観が変わりつつあるというところが、ここ1年間、皆さんご経験あるかと思いますけれども、その中で、日本では DX 化とかですね、いろんな新しい政策打たれてますが、基本的には、今までやってきたものが急速に加速していると。で、やはり地域でもエコシステムとやっぱり地域、都市とかが関係してきますから、この街をどうやって活用しながらですね、エコシステムを作っていくかというところが、これ世界中グローバルで今起こりつつある観点でございます。で、簡単に言うとですね、そのスマートシティの推進っていうのもですね、アウトプットはみんなが幸せになるのかとかですね、ワクワクする生活が送れるかっていうところがありまして、これ SSA の時の皆さんの研修の時思い出していただいたらと思うんですけれども、やっぱりこのペインキラーかムーンショットアプローチしか今ないんですね。コロナ禍になって、いろんな人が疲弊して苦しんでると。その時に今のそれこそコロナワクチンと同じですけれども、あってもいいよねみたいなサービスではなくて、その地域地域がクリティカルに困っているサービスをバッとアプローチできればですね、すごくソーシャルインパクトが出てくると。だからそういう意味では、今、大企業がですね、一斉にグローバルの GAFA、バースとかですね、テンセントも含めて、世界中の街づくりやるぞ、開発やるぞって言ってるところは、今までの都市開発とかいう文脈ではなくてですね、やっぱり街を舞台にイノベーションエコシステムを一気に広げるっていうようなアプローチで仕掛けてきてると。というのが今の特にコロナ禍以降のですね、現状です。そういう意味では今、世界中が混乱していた1年ですけれども、国家、地域、都市経営、どうやって考え方を変えようかということで、イノベーションが求められてきているわけですね。で、歴史的にもですね、2020年に至るまで、どういう動きがあったかと言いますと、ちょっとこう年表形式にまとめてますが、大体1980年ぐらい、インターネットがそろそろ来るぞみたいな世界からですね、世の中変わり出してきてるわけですね。そのスピード感がかなり加速してると。95年、上の方に書いてますが、95年に、インターネットが商業化して、10年経ってソーシャル化、5年経ってモバイル化、で、5年経って自律化、AI が実装されつつあって、今2020年に、デジタル庁を作るとか言ってですね、これ DX 化、デジタルトランスフォーメーション、一気に面的に動くということになってます。で、おそらく万博の頃にはですね、宇宙開発、小型衛星がボンボン打ち上がってきてますから、成層圏通信のハップスとかですね、ビヨンド 5G とか、こういう技術を使いながら、宇宙空間、成層圏使いながら、新しくさらに、テクノロジーが進むと。
まあ、この5年単位でどんどんテクノロジーが変わってきているわけです。でやはりあの世の中やっぱりきっかけ変え出したのは情報通信技術ですから、まあ、95年ぐらいからですね、まあ、テンセントとかアリババとかバイドゥとか中国でも出てきてまして、まあ、当然 Google、まあ、Google とか Yahoo とかこのあたりですけれども、 GAFA、バースが生まれ出すのが、まあ、95年からそのあたりと。でここからバン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 ですね、新しく、まあ、時価総額的な情報通信系のスタートアップの方がまず拡大していきましたから、そこの時価総額が膨れ上がってですね、その企業が在籍する都市を中心にですね、イノベーションエコシステムが作られていっていると。で、まあ、初期そういう意味ではあの2018年にですね、世界銀行があの比較しているような、あの、まあ、それこそグローバルスタートアップエコシステム拠点と言われるようなところが、まあ、アメリカではそのシリコンバレー、ニューヨーク、ロス、ボストン4都市とかですね、中国では北京とか上海とか深圳とか、まあ、こういうあたりが選ばれてきていると。まあ、こういう形でやはりあのすごい大きなスタートアップが集まるところ中心にエコシステムが作られてきたというところが歴史的にはございます。でそういう今までこうバーッと膨れ上がった新しくユニコーンと言われる人たちが興味を持っているのがですね、実は次で言うような街づくりということです。でこれもですね、やはり街づくりも今まではですね、本当にアナログな世界だったっていうところに、どんどん情報通信とか無線電波の技術が入っていきながらですね、効率化していくと。まあ、それこそ GAFA が、あの、一角がですね、自動走行車両を作り出したりとかも最近してますが、やっぱり最終的には街を作っていきたいみたいな思惑に変わってくるわけです。で、これはちょうどそういう動きがあったのが2011年ぐらいですね、日本だったら東日本大震災があった頃ですが、まあ、このあたりからですね、国を挙げてエコシステム競争とセットでですね、スマートシティの推進というのが起こりだしたと。まずこれ欧州委員会ですね、FIPPP というフューチャーインターネットパブリックプライベートパートナーシップという国家プロジェクトが大きいのができまして、今ホライズンで引き継がれてますけれども、まあ、その FIPPP を中心にですね、スマートシティ&コミュニティーズイニシアシブっていう街を挙げてどんどん新しく変革をしていくぞと。そこから次欧州全体に広がってデジタルシングルマーケットみたいな動きが出てきてるわけです。でそこからまあ2年ぐらい遅れてですね、アメリカがスマートシティチャレンジということを始めながら国土をどんどんスマート化していくと、まあ、こういう動きが出てきてます。でアジアではシンガポールがスマートネーションとかですね、中国では13年にですね、一帯一路が発表されて、そこから大きく動き出すと、まあ、今日本とインドでですね、開かれたアジア太平洋という形で動いてますけれども、まあ、このあたりすごい国策で大きな競争、エコシステム競争が始まっているというのが今の状況です。でそれをまあ一応取りまとめたのが実は2019年の G20 大阪トラックでして、本当はこうオリンピックがあるときにですね、それをバッと大きくプロモートしようかという動きがあったわけです。その時にまあいろんなあの法制度のルールの議論もありますし、まあ、オープンデータ、シビックテックとかスマートシティの政策も動いてきていると。で、この2020年にですね、一気に大きな変化があったのは、まあ、大都市圏があのコロナに結構脆弱だったと。まあ、ニューヨークえらい大変な死傷者出てますし、まあ、日本はあの東京圏4000万人の中では奇跡的に抑え込めている方だと思うんですが、グローバルでは。まあ、そういう意味では都市化とか DX 化を進めてきたものの、本当にこれで良かったっけみたいなパラダイムシフトが起こったと。いうのが2020年です。まあ、それでは結構この2020年はもともとオリンピックがありましたが、やっぱりこう産業界、スタートアップ界にとっても大きな転換期であると思っています。で、その中で一つ大きなテーマになってますけれども、今 SDGs とかですね、ソサエティ 5.0、スマートシティ DX と、まあ、こういうものが言われてきたんですけれども、20年になって一気にこれが前倒し、まあ、Google のエクシュミット含めて皆さん言ってますが、まあ、大体もうあの5年10年すっ飛ばして先に来たと。でそういう意味ではあのここの変革にですね、どれだけ、我々産業界がついていけるかと、まあ、意外とこういうのってスタートアップの方がキャッチアップ早いわけですね。でそういう意味ではスタートアップにとっては実は追い風だったりするという状態になっています。で特に SDGs の文脈でももともと誰一人取り残さんぞということでグローバルアジェンダ掲げられておりましたけれども、やはりですねこれ、社会を持続するためにどういう課題解決するかと、まあ、考え方自体がですねスタートアップアプローチなわけですね。まあ、こういうビッグペインがあるからそれを解決しましょうということで国連がバッと提唱したと、まあ、主にこの大企業のサービスがですねこれ SDGs の何番ですという形でソリューション展開してグローバル売り込むっていうのもある種の型をですね国連が作ったという意味ではあのすごくまあうまくやったなというところなんですが、まあ、こういうところですね。
で、これ1個ずつのテーマ見てもですね、やはりこうスタートアップとか地域とか日本政府が取り組まなければならない課題も全部含まれているわけです。まあ、そういう意味では考え方とか物の考え方自体はですね、スタートアップのソリューション開発と同じような考え方になってくるわけなので、逆にこう SSA の皆さんがトレーニング受けてたような思考回路で、ことに当たっていけばですね、意外とこういう大企業も取り組んでたり自治体が取り組んでるところに関してもソリューション展開、まあ、皆さんのノウハウ展開はできるということで、全く展開可能なスキルだと思っています。で、その SDGs が来た後ですね、大阪の G20 で、大阪トラックディクラレーションが発表されたわけですが、まあ、その時ちょうど日本がですね、ソサイティ 5.0 の実現するんだと、まあ、これビジョンオブヒューマンセンタードフューチャーソサイティだと、人間中心だぞということで、ビジョン掲げて G20 が多いいねという話になったわけです。で、その中で2020年にですね、ちょうどコロナ禍もありましたから成長戦略もちょっといろいろ変わりましたと。で、その日本の骨太の方針の中でもですね、やはりニューノーマル、新たな日常をどうやって実現していくかと、その時にはやはり地方が一つの重要になる、まあ、テーマであるだろうと。そういう意味では今までのその長らく来た地方創生の文脈とはちょっと観点が違ったですね、このウィズパンデミックの中での地方創生のあり方みたいな形で、全く今までと違ったアプローチが始まってきています。明確に東京一極集中型から多角連携型への国づくりということで、ある種地方創生に関わることがですね、この日本の統治機構をアップデートするというところの一つの手段でもあるということになってきています。その中で先ほど言ったスマート市の社会実装の加速ということで、まあ、日本全国を DX 化すると、まあ、日本全体を DX 化するジャパン DX という考え方が一気に広がってきているわけです。これはあらゆる領域でそうです。医療でも福祉でも教育でもですね、いろんなサービスの中でも、まあ、今まである種レガシー的に進んできたシステムがですね、一気にモデルチェンジされていくということで、これなかなか大きな企業がですね、スイッチングコストもかかるので、ちんたらしているところにですね、こうスタートアップサービスが少しこう各地に入っていっているという状況が起こっています。で、そのイノベーションの文脈で言いますと、日本の統合イノベーション戦略2020の中でもですね、まあ、これ大学の方々よく聞いたことあると思いますが、地の創造、地の社会実装で地の国際展開やっていくんだと、それをもとにですね、大学改革とか国権改革というのは進めていたんでしょうけれども、この社会実装のところですね、地をインストールしていくといったところに先ほどのスマートシティの文脈が出てくるわけです。もうこれは日本の場合ですね、各地域に大学がございますので、私も結構いろんな大学もあってます。例えば奈良先端大学とかとも話をしてましても、やはり先端大学院系のところだったら当然もう直接スタートグローバルで、あらゆるグローバルのアカデミアと連携しながら研究開発をやってたんですけれども、やはりこれからですね、このコロナ禍、やはり地域コミュニティに対して価値を還元せねばということで、グローバルパイプラインを持ってたアカデミアがですね、いきなり地元のローカルともつなぎ出すということが起こり出しております。そういう意味では結構私も関わっている大阪で言いますと、ドイツの人工知能研究センター、欧州でトラディショナルな AI のセンターですけれども、 DFKI というドイツの人工知能研究センターが、彼らとしては初めてとなる経験ですけれども、海外ブランチを大阪に置くと、まあ、今度話題になっている大阪府立大学、市立大学を統合して大阪公立大学法人という、まあ、吉村知事直下にですね、バカでかい公立大学できるんですが、その中に DFKI が日本センターを作るといった形で、大きなその国際連携は起こってるんですが、一つのテーマは地域なんですね。まあ、そういう意味ではこの地域をもう少しフォーカスした新しい取り組みというのがどんどん進んできているというのがこの2020年の動きでした。で、ご存知のとおり DX 自体はですね、デジタルトランスフォーメーションと言われています。まあ、単純にデジタライゼーションというのは自分の自社のビジネスモデルを変革するみたいな、まあ、ちょっと目先の話ですけれども、 DX 自体はですね、人々の生活ペインを解決して、人々が幸福になるためにするべきことということで、ある種まあ技術用語というよりはどちらかというとまあグッドライフを送るためのアプローチということなんですけれども、ここに本格的に皆さんが参入してきていると、 DX 化推進だと言ってきていると。で、まあ、こういうことでですね、今 SDGs、ソサイティ 5.0、スマートシティ DX、このあたりはチーム戦、総力戦でですね、国を挙げてオープンイノベーションアプローチで競争しだしているというような状況になっています。で、そういう背景をもとにですね、我々世の中見ていかないといけないんですが、まあ、先ほど申し上げた通りですね、やはり科学技術の進展はすごい勢いで、
進んでますし、その社会実装の要請もすごく求められているわけです。まあ、おおよそ技術革新、だいたい5年ぐらいでコロコロ変わっていると。まあ、次、今、5G、6G と言われている、ビヨンド 5G と言われていますが、情報通信の転送、伝送速度に関しては10年ぐらいのアップデートですね。3G、4G、5G で10年ごと、6G は2030年だと言われていますけれども、こういう、まあ、5年、10年単位の変革の波をですね、いかに捉えて、新しいサービス、ソリューションを前倒しで作るのかと。でその前倒しで得ている人たちがですね、ユニコーンになり、その地域にエコシステムが作られ、スタートアップが集積し、ファンドが回り出すと。で、人材も流動すると。まあ、こういうような流れが歴史的にも起こってますので、やはり次の舞台は、こういう新しい地域を DX 化するときの拠点で、誰が旗振るかというところになってくるかと思います。で、この文脈、エコシステムの文脈で言いますと、G20 でもですね、この大阪トラックディクラレーションでも、イノベーションの文脈で、スマートシティが語られているわけですね。もうあらゆるチェンジが起こるんだということで、実はイノベーション文脈での語られ方をしています。それでグローバル G20 でアライアンスが作られたというような背景になっています。で、これはなぜ、まあ、日本がやらないといけないのかということなんですが、もともとですね、我が国、まあ、既存の政策の延長上ではもう無理だと、まあ、見ていただいたら分かる通りですね、人口ピーク1億2700万いましたけれども、まあ、街づくりって大体半世紀ごとにゆっくりと街が形成されていって変わっていくわけです、衰退していくわけですけれども、まあ、向こう50年挟んでしまうとですね、人口は 35% 増えて 35% 減るわけですね。で、昔の高度経済成長とか人口がどんどん増えてくる、ボーナスが迎えるといった時では、まあ、今でも既存の延長上で良かったんですが、これから人は減るわ、まあ、インターネットができて新しく情報通信技術は進展するわ、人々は長生きするわということで、まあ、他の国とは全く違った社会環境に日本はあるわけです。で、当然ながら下見ていただくと高齢化がどんどん進むと、まあ、そういうのは人が老いていくわけですね。社会保障も上がると、まあ、これは完全に大きなソーシャルペインなわけです。で、これ2025年から2045年まで20年ぐらいでほっとくと50兆ぐらい社会保障費が増えるわけですね。まあ、これはもうたまったもんじゃないと。で、実はこういう大きなビッグイシューとかビッグペインに対して、やっぱりこれグローバルの方がしたたかに日本マーケットを見てるわけですね。これ解決したら次は中国とかインドが同じ課題に対面するぞと、直面するぞと、まあ、これどうにかせんにはいかんということで動いているというのが、今グローバルの人たちが日本をかなりウォッチしているようなところですし、意外と日本もここのソリューションを作ればですね、これから高齢化する先進諸国に対してのアプローチが可能となるというところでございます。で、もう一つが国がどんどんボロボロになると、まあ、道路も橋梁も、ね、ボロボロになって崩落するみたいな事故もありましたけれども、やはり50年ぐらい続いてきたインフラはもうそろそろ限界ですということで、ただまあ人口がずっと1億3000万ぐらいうろちょろしてればいいんですが、人が減ってくる中でですね、インフラメンテナンスコストかけれんぞということで、もうこれはもう町が置いてくるというような状況になってきています。人が置いて町が置いるっていうのはなかなかヘビーな状況が今日本に突き詰められている現状です。そういうのはこのままずっと既存延長上だったらですね、地域経営とか国家経営が危機に瀕すると、まあ、ビジネスモデルとして限界だと、まあ、そういう意味ではリチャード・デイビスがですね、このエクストリーム・エコノミーっていうところの本で書かれてますけど、やっぱりこの日本ってこうエクストリームな状況にあるわけですね、今。そういう意味では、まあ、スタートアップからしたらワクワクするような話なんですよ。もうこれ解決したら結構すごいインパクト出せるぞみたいなところなんですが、まあ、今までそういうところを突き詰めてですね、スタートアップがやっぱりこうソーシャルペインとかビッグイシューを解決するぞっていうことでソリューション開発して、 SSA の皆さんはそれに伴走してやってきたんですが、実はコロナ禍においてですね、スタートアップよりもより危機感を持ってより加速的に陣頭指揮を取っているのは、実は日本の各地域の首長になったんですね。当然ながらコロナ禍においてですね、首長は、まあ、一国一城の主なわけです。ある種の大統領制なわけですね。まあ、そういう意味ではコロナ禍放っておくと足元で倒産がどんどん出ると、で離職者もどんどん出て経済がもうへたってしまうということで、すざまじくまあ、その辺の危機管理能力の高い首長の人たちはスタートアップよりも速い速度で政策とか予算を組んでですね、どんどん投資するということを進めています。まあ、そういう意味では今実はこの地域の首長とスタートアップの連携というところがすごい勢いで各地で起こり出しているというのが今の日本の状況です。で、横浜なんて、まあ、そういうのをですね、海外を持っていくぞみたいなことをですね、市場としてアジアを捉えながら足元の課題解決していくということを進めています。まあ、当然このまましばらくはインドとかですね、インドネシア、バングラディッシュとか、この辺り人口増えていきますから、
まあ、そういう意味では今日本の課題を解決するとともに新興マーケットを一気に狙うと、まあ、こういうダブルスタンダードで攻めていくというような形を取っているところも出てきています。でそういう意味ではまあこうコロ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 ですね、コロナが起こって状況が変わっていって街づくりもどんどん変わると、今まで大手のゼネコンさんとかデベロッパーさんがガンガンやって50年間維持してきた街がですね、結構こうスタートアップが参入しながらアジャイルにっていう形になってきていると。まあ、これはスペインのバルセロナの都市開発の計画ですが、このアジャイルメソッドというのが出されています。まあ、ある種この考え方自体がスマートシティの中でも入れられているので、スタートアップといったらピポットですね、ピボットしながら市民に受け入れられたらどんどんインストールするというような動きが出てきていると。まあ、そういう意味ではコロナ禍以降、特に2020年度はですね、新しく PPP、まあ、パブリック・プライベート・パートナーシップと言われている官民共同が、まあ、よりこう人材流動も含めて融合していくと。まあ、東京都の宮坂さんが副知事になったっていうのも象徴的ですけれども、民間ピカピカの人たちが大きな政令市、まあね、1000万、800万ぐらいいるヨーロッパ一国に相当するようなところのナンバーツーになっていくみたいな世界が今起こってきてるわけですね。もうもはやこれ融合していってるわけです。まあ、この中で今総力戦で戦おうと。でその中でやっぱり今改めて注目されているのが、やっぱりインキュベーターとして都市をどう使うのかと。でそのイノベーションエコシステムを作るためにどんどんスーパーシティでスマートシティで実行するぞというような政策にこう一本化が進んできているわけです。まあ、それが最初申し上げた街ごとインキュベーター機能を持ち出したというところの背景となります。でこれはですね、すでに各地でもうこれ一気に広がり出しているんですが、まあ、福岡とか浜松とかですね、神戸とかまあ内閣でもオープンイノベーションチャレンジやってますけれども、まあ、地域、国を挙げてですね、こうオープンイノベーションチャレンジを地域の課題解決するためにですね、スタートアップソリューション集まれと。で、うまいこと言ったらどんどんそれを社会実装していくぞみたいな動きが広がっています。これもし皆さんがいろんな SSA の方も地域にいらっしゃれば、実はこういうニーズを持っている、こういうことをやりたいって言っている地方自治体はかなり今増えています。特にコロナ以降。まあ、そういう意味では今までその大企業のソリューションを受け付けていろいろゆっくり作ってたものがもうそう半年も待ってたら潰れちまうということで、かなりこうアジャイルにですねバンバン対応できるようなスタートアップの要請が非常に高いということで、ただそこをやっぱりコーディネーションする機能、ある種の SSA 的な人たちがやっぱり圧倒的に欠けてるんですね、地域にも。まあ、そういう意味では SSA の皆さんの活動領域が地域にかなり広げてきてるという感覚は受けてます。でこれ後ほど一時期間から説明あると思うので軽く飛ばしますが、それでまあ日本もちょうどこのエコシステム拠点というのが選ばれているわけですね。ここでも明確に都市と大学との連携、そこにアクセラレーターギャップファンド、公共調達突っ込むぞみたいなことを出されているんですが、これがちょうどこのコロナ禍においてタイミング良かったわけですね。すべてこう政策に沿って、まあ、動きやすいメニューになってきているということになります。でそういう意味ではこのグローバル拠点では推進拠点都市というところ、すべてですね、実はスマートシティでも先進地域です。まあ、そういう意味では街づくりとともにですね、その街が変わっていくそのプロセスにおいてスタートアップが集まってきてくるギャップファンドも人も人材流動する人物金情報すべて集まっていこうということが動き出しているということでは、ある種本当にグローバルのエコシステム拠点と同じような流れに今日本がなってきているという状況でございます。例えば浜松でもそういうインキュベーター型の街づくりを施行しようということで、じゃあパブリックセクターは何をするとかですね、スタートアップ誘致のためにはファンドサポート制度を作ってみたりとかですね、街に社会実験するためのある種後ほど言います SBIR 的なものはリビングラボ的に検証しようとかですね、まあ、政策メニューをですね街丸ごとアクセラレーター的な動き方をして政策作りを今やっているということで、それもあって私がこの街づくりとスタートアップ側の両方のフェローをやっているというのはそういう意味です。で調達方法もですね、これ、まあ、石井企画官がすごくご苦労されたところですけれども、やっぱり海外ではですね、SDIR、PCP みたいな商用前調達っていう POC 使いながらですね、調達をスタートアップにやりやすくなるような制度がありましたが、日本でもとうとう SBIR が改正されてですね、新しくスタートアップ、大学の研究者の技術シーズが事業化するための後押しができたということです。まあ、これはもう経産省だろうがですね、農水省の SBIR プログラムもできたりとかですね、これはビヨンド 5G 研究総務省ですけれども、ここに SBIR 的なものを入れようとか、まあ、今まさに相談を乗っている最中ですけれども、まあ、石井さんのおかげでですね、これが一気に各府省庁に広がって、新しくスタートアップの参入領域が増えてきたということになります。でこれはまず政府の府省庁からのスタートでしょうけれども、これが同時に息のいい首長は、いやうちの地域もやるぞということで、まあ、公共調達制度のところにスタートアップの混ぜ込みということが行われつつあるということになっています。まあ、そういう意味ではもう世界はもともとすでにですね、街を舞台にですねイノベーションエコシステムの拡大がどんどん進んできているわけですけれども、まあ、まさに日本もこれからだということになります。
まあ、そういう意味では、まあ、昔、SSA の講座でもお話したかと思いますが、私もこういうトリプルアイという組織を作って、スマートシティチャレンジやりだして、もう今4年かそれぐらい、4年目か5年目ぐらいです。で、実はこれ立ち上げた時もシリコンバレーの連中、投資ファンドの人たちとも話をしているとですね、やはり今トレンドは5年前かな、シリコンバレー行った時、どこのトレンドが今ユニークだっつったら、いや、実はスマートシティ分野ね、みたいな話をしてたわけですね。まあ、まさにその頃かと思います。で、皆さんご存知の通り、このプラグアンドプレイのところでもですね、こうスマートシティ的なアクセラレーションが動いてきたりとか、クアルコムもですね、スマートシティアクセラレーションプログラムというものが起こってたりとか、もうこれは伝統的にもっと前ですけれども、欧州委員会では、フューチャーインターネットウェア、ファイウェアと言われるところでアクセラレーター、スマートシティを進めることによってアクセラレーター機能もジョインするというような動きが出てきたりしています。で、スタートアップブートキャンプでも、こうスマートシティドバイみたいなものが動いてきて、今、自分は中東もですね、すごく街づくりとスタートアップ相性いいんですね。まあ、こういうことがどん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 起こってきているということで、国を舞台にですね、エコシステム競争が今、どんどん起こってきていると。で、これ、シリコンバレーのファンドですね、スパークラボっていうところが、実際にこのスマートシティアクセラー始めましたよ、みたいなニュースが実は出てきて、で、とうとうこう、日本でもですね、やっとこう、まあ、スクラムベンチャーズさんが、私もここのメンターやってますけれども、まあ、それこそトヨタのウーブンシティチームもここにジョインしてですね、スマートシティ X と、グローバルから日本の街の課題を解決するスタートアップ募集するぞということで、これが日本でもやっとスマートシティ X というのが立ち上がってきているということで、エコシステムを作っていくためにですね、この街を装置にアクセラレーション丸ごとかけるっていう、まあ、スマートシティアクセラレーター的なものが今増えてきているということになります。これはまあアメリカと日本拠点にするスクラムがですね、グローバルパートナーを集めていって、グローバルからスタートアップを集めてきたと。まあ、これかなり集まってきているわけです。当然ながらウーブンシティみたいな文脈も世界では注目されてますから、まあそうだなということです。で、こういうことをやるとですね、スマートシティと量子コンピューター、まあこれは東北大学のスタートアップのシグマイですけれども、コロナ禍において量子アニーリングが使えるソリューションないかみたいなことを POC をアメリカの D-Wave と共にやってみたりとかですね、まあこういうことがどんどん起こってきて、新しいイノベーションが起こります。まあ、そういう意味では最後になりますけれどもですね、今回2020年を機にですね、やっぱり SSA の皆さんの活動範囲がスタートアップの伴走とかですね、各組織に対するアクセラレーションのみならず、まあ、地域全体に広がってくるような取り組みになってきているかと思います。まあ、そういう意味では SSA の方々、自治体の方もいれば、アカデミアの方、民間企業の方、投資ファンドの方、いろんな方いらっしゃいますでしょうけれども、まあ、最初申し上げたチーム戦でですね、このコロナ禍を乗り切って、ポストコロナに向けてエコシステムをどう作るかということを皆さんと引き続き一緒に考えていければと思っています。お時間以上となりましたので、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。東様、ご講演ありがとうございました。ネド